作りたいと思います。パスタと、もう事前に切れてるとっても便利なベーコンがあったのベーコンと矢切りネギ、そしてしめじと明太子を用意しました。明太子じゃない、たらこって書いてあるけど何が違うのかな。矢切りネギを1センチ厚さくらいに輪切りにして、しめじはほぐす、ベーコンは細切りで、明太子をほぐしてマヨネーズで和えておきました。パスタは表示時間よりも1分短く茹でるということなので3分茹でたいと思います。ベーコン、ヤギネギ、しめじを炒めます。